リクエストのある方いればぜひ、ありますリクエストとか。はい、じゃあちょっとあとでもいいです。ドアさんのリクエストいきましょうか。ありがとうございます。リクエストいただいたのでリクエストを1曲歌わせていただこうかなと思います。多分量も知らない。約束のしおりという曲をね、いこうかなと思います。どうぞね。気まぐれな両親を気がつきゃ君に握らせて胸のこと預けてみたい。揺れ動く日々の色、心のフィルム、足踏みも息遣いも君のさじ加減。次会う日はいつかな。年重ねるたびに時々思い焦がれ、天の定めに憂うたびに心から溢れる愛を君に叫ぼう。僕は何年経っても君を愛してる。僕の代わり映えのない日々に花束を添えるだけ添えて、勝手にいなくて離れないでと言ったのは君じゃないか。幸せに悩めていることに気づいてないラブソー。ダメだまた考えてる君のことばかり。今はまだ動かせないしおりの位置も、いつかまた続きのページ二人でめくろう。決められた配役は、ああとても素敵だけど少し息苦しくて、君の残りをかき集め
もない日々の繰り返しから抜け出せるの。一回でいいからね、会えないかな。そしたらずっと離さないのに。何年経っても君を愛してる。僕の代わり映えのない君に花束を添えるだけ添えて。勝手にいなくて離れないでと言ったのは君じゃないか。福岡から来ましたリフライズと申します。レオです、よろしくお願いします。相方のリョーマと2人でやってます。今相方動画撮ってるんですけども、ぜひリクエストのある方はリクエストお待ちしております。リフライズを全国へをテーマで回らせていただいております。よろしくお願いします。九州の方はぜひ仲良くしましょう。関東の方もぜひ優しくしてください。よろしくお願いします。